25歳とんかつ坊やさんです。はい、はい、赤ちゃんの脊椎の外側3センチぐらいのところを指でなぞるとお尻をフリフリするという話を聞きました。本当でしょうか。はい、どこら辺、このもうここら辺の外側、外側、うん、はい、ここをこうなでるとなぞるとお尻をフリフリする。どの状態で立てないんだって、寝転んでる状態で。いや、もうどういう状態であれどういう状態で、はい、赤ちゃんがもう思わずお尻を振っちゃう。それは、はい、赤ちゃんやん、はい、大人はどう、大人はそんなことしいや、わかんないけど、やったことないじゃあ、こういう状態でそう、脊椎の外側でこの辺は、はい、やらないんじゃない。じゃあまずその、大人がどうか知らない。まあまあ、確かにね、それでしなかったらちょっと赤ちゃん、はい、大人は、でも、じゃあこれ子供やからな、子供やからしないでしょうね。うん、ちょっと一回まあまあ確認で。あれ？カイさん、カイさん。え？じゃあお前フリフリしてんだよ。え？いやお前フリフリしてる。してる。いやしてる。ちょっともう何を言うの？おいって。何？お前お尻フリフリしてる。してないって言うんだ。は？何を言ってんの。カイさんめちゃくちゃしてましたよ。意味が分かる、はい、どうなるわけないもん。いや、やったなめちゃくちゃテンポが速すぎる。緊張した。大変ございます。